いや、なんかあんたも着飾ると姫っぽくなるんだなって思って。それに戦いだけじゃなくて、王子として娯楽をたしなむのも大事だって言われた。確かにその通りだと思ったから。何一人で笑ってるんだよ。行くぞ。確かに俺はこういうところは不慣れだけど、来た甲斐はあったと思ってる。あんたの浮かれた顔も見られたしな。バラか。あの歌劇のモチーフになってる花だったな。憧れる？そうか。
あの劇を見ても、俺は何とも思えなかった。あんたは感動したみたいだけど、俺にはどうも響かない。いや、なんでもない。そろそろ舞踏会が始まる。会場の方に行くぞ。なんだよ、その反応。俺だってこれくらいはできる。踊ってくださいますか、姫。意外とちゃんと踊れるんだな。俺はお世辞なんて言わない。あんた、バカにしてるのか？さっきも言ったけど、これくらいはできる。俺だって、王子だからな。ああ、こんなとこまで歌劇の世界を忠実に再現しているんだな。
交代の時間だ。